皆さん、こんばんは、経済評論家の萱圭一です。本日は、ですねプーチンがゲームチェンジする世界のエネルギー経済と題しまして、1時間のウェビナーをお送りしたいと思います。えっ、ー、とですね、のまあ,今日です、ねあのまあ、ウクライナ情勢、停戦協議がうまくいくかと思われたんですが、なかなかあのそうじゃないようでして、あの状況が非常にあの混沌としています。 であのまあ、この先でどういうふうになるかわからないんですけれども、まあ、あの今回の,あの一見のまあ背後にですねあのまあどういうようなあの事情があって、まあ、特にこの経済面ですね、まあ、どういうロジックが働いていてまあこういうことになっているのかですね、まあ、それであの今後の世界,世界経済がどういうふうに推移するのか、まあ、日本なんかの影響はあのどうなるのかといったあたりの話をあの進めていきたいと思います。 皆さんからのご質問も受け付けておりますのであのどしどしお寄せくださいでは1時間よろしくお願いしますではですねちょっとスライドをちょっと見てだきたいんですけれども今日ですねお話しするポイントは大予さんの4つございますで1つがですねウクライナ侵攻の背景ということでであの そうですね、プーチン大統領が冷静さを失ってるんじゃないかとかいろんなニュースも飛び交ってはいるんですけれども基本的に特にこのロシアのような先制的な国家の場合感情とか思いつきで戦争するということはほとんどないんですよね。 であのクラウゼビッツの「ですね戦争論」という有名な本があるんですけれどもあのここの一節にですね、えー「戦争とは他の手段をもってする政治の継続である」という一節があるんですけれども戦争はあの政治の延長外交の延長だと、まあ、これは地政学的にはそういう解釈になるんですね。ですので今回のウクライナ侵攻の背景にはやっぱり政治的な目的というものがあって。 でかつあのこの政治的な目的っていうのは大抵経済問題とリンクしているわけですよね。ですのでまあそのこの背景にはどういうその経済的メカニズムがあるのかということをあのまずご説明したいと思います。で2番目がですねこの脱炭素とロシアの思惑ということなんですがあの今申し上げましたねその政治的それから経済的な背景と。 いうところのですね。あの、さらに、まあ、その背景にはですね。あの脱炭素問題、あのエネルギー問題というものがあるんですね。で、これは、あの、やっぱり、まあ、国家にとってエネルギーって、あの、もう、機関的な、あの、ものになりますし。まあ、これをどういうふうに扱うかというところで、あの、まあ、国家の成り行きって変わってくるわけですね。で、あの、おそらく、あの、プーチン政権がウクライナ侵攻を企てた。あの、まあ、主な理由の一つは、この脱炭素に関係するものだろうと。 いうふうふに言われておりますので、まあ、その辺ののあたメカニズムとといいいうものをあの説明したいと思いますそれからね3番目ですけれどもあの、まあ、経済制裁がどのようなあの影響をロシアに与えるかとで、まあ、今あの各国がですねあのロシアに対して経済制裁というものを行っているんですが、まあ、これはあのロシア経済がまあどういうあのファンダメンタルズですねあの基礎的な条件を持っているかということでその危き具合というのも大きく間違ってくるわけですね。 でまあ、そういったところをあの、まあ、背景にしながら経済制裁がどの程度の影響があるかというところを考察したいと思います。 でまあ、これらの,あの議論を受けてあの4番目ですけれどもあの世界経済と日本経済がどう動いていくのか、まあ、特にです、ね、あの今回の,あのウクライナ侵攻をきっかけにあのまあこれがどういう形であの戦争が終わるかは別としてです、ね、あのおそらく世界経済はあの戦後の枠組みがガラッと変わるぐらいのです、ね、大きな変化があるんじゃないかと私は思ってますのでこのあたりについてお話を進めていきたいというふうに思います。 ウクライナにこういう形で侵攻しましたから国際社会はロシアに対して制裁を加えるということになっているわけですね。でまあこの制裁がどの程度効果を発揮するのかでいつのタイミングでロシアとですねヨーロッパアメリカの交渉が成立するのかということになるんですが現時点でですね今ヨーロッパとアメリカがロシアに対して行っている制裁って主に2つあります。 1つはですね外貨準備の使用制限でしてもう一つがスイフトと呼ばれる国際送金ネットワークがあるんですけれどもここからロシアを排除しようとこの2つを経済制裁の柱と据えていまず最初に申し上げた外貨準備の使用制限ですねこちらからちょっとお話をしていきたいんですがロシアの外貨準備についてですね であのロシアはです、ね、今、の外貨準備大体、ね、63兆円ぐらい持ってるんですけれどもあの、まあ、外貨準備っていうのはそ,の、まあ、それぞれの国がです、ねあのまあ、外国の資産、通貨をいろいろな準備のために保有しておくあの、まあ、資産なんですけれどもあのこれ、ああどこでもそうなんですけれども今まで基軸通貨がドルでしたから。 えー、ロシアもですね外貨準備の大半というか半分ぐらいですねはあのドルで以前はの持っていたんですね。でところがですねやっぱりプーチン政権はあの、まあ、アメリカからの制裁がいろいろあるだろうということをあの予想していまして2014年の,あのクリミア併合あたりからですね、えー、急激にあのドルの比率をあの下げてきています。であの現在ではですねドルは16%ぐらいしかなくてですね で残りはユーロと、えー、それからの金ですねあとあの人,民 <coughs> 人民元と、えー、いったあたりの,あのドルじゃない資産で、えー、あの外貨準備を持つと、えー、いうことをしてたんですがただあの今回あの欧州の側も制裁に加わってしまったのであのこちらのユーロの資産もまあ今使えないっていうあの状況になっちゃってるんですね。 であの欧米が加えた制裁ってどういうものかというとこの外貨準備を使えないようにするということなんですが、まあ、どうやってそれを制限するかというとです、ね、あの外貨準備ってあ,のある国の中央銀行が相手国の中央銀行に口座を開かせてもらってです、ね、でそこに資産を貯めているんですね。 例えば日本も外貨準備ってたくさん持ってますけれどもそれは日本国内にドルがあるんではなくてです、ね、アメリカの中央銀行 FRB という組織がありますがあれは連邦準備制度理事会という会なので具体的にはニューヨーク連銀の中に日銀が口座を持っていてそこでドルを保管している。 よくねあの日本はあの外貨準備あの、まあ、今中国に抜かされましたけどもあの、まあ、世界であの、まあ、ナンバーワンナンバーツーの保有高があるって日本はすごいたくさん資産を持ってるんだってあの、まあ、話をよく聞かれることがあるんじゃないかと思うんですがあの実はねあのこの対外資産ってあの全部相手国のの銀行口座の中にあるんですよですのでこの口座を閉鎖されるとね一瞬でおしまいっていうのがあの現実で実はね外貨準備ってすごい脆弱な資産なんですよね。 でまあ、そこからいくとあのロシアっていうのはあの外貨準備をあのアメリカの中央銀行に持っていますからアメリカはこの資産を凍結してしまうとロシアはその米ドルを動かせないで ECB っていうですねあのヨーロッパ中央銀行っていうのがありますがあのこちらにある、えー、ロシアが持っているあのユーロの資産でこれも凍結してしまうわけですよね。でそうするとユーロの資産も動かせないということになります。 で資産を動かさないと、まあ、真っ先にどこに影響が出てくるかっていうとあの為替相場なんですね。で今あのロシアは経済制裁を受けましたからあの通貨のルルーブルが暴落しています。でロシアとしてはです、ね、本来はこの外貨準備を使って為替介入をしてですねルーブルを買い支えたいところなんですよね。 でところがこの外貨準備が凍結されてしまうとこの買い支えができない為替介入ができないということになりますからそうなるとま通貨の暴落をま指をくわえて見ているしかないという状況になってしまうんですよねでじゃあ通貨が下がるとどんなことになるかっていうとあのまあ輸入物価が猛烈に上がってきますのでまあ、ロシア国内では多分ね相当なあのインフレあの物価上昇ですねであのこれがあの進むんじゃないかと。 いいうふうふに予想されていますで今もともとねあの原油価格高めに推移していましたしあのまあアメリカもヨーロッパもまあ激しいインフレになりつつありますからロシアも結構物価高が激しかったんですねでここで通貨があの暴落するということになると、まあ、本当にあの食品価格なんかがあの非常に暴騰するということが予想されますしあの皆さんお金を確保して物とかに変えたいと思うんであのやっぱり銀行では取り付け騒ぎなんてことが起こる可能性もあるんですよね。 実際、報道なんか見ますとあのロシアは ATM にあの長蛇の列ができていると、えー、いうこともあるようですから、あのー、まあちょっと現実の状態になりつつあるわけですよね。まあ、そうなるとプーチン政権にとっては非常に打撃ですから、えー、あのアメリカとかヨーロッパはまずこういうような効果を狙って、えー、この外貨準備の使用制限を加えたということになります。でそれともう一つのこのこですね でこちらの制限というのはどういうことかということなんですがちょっと1個資料を戻っていただいてですね、えー、と図が出てるんですけれどもスイフトっというのは国際銀行間通信協会というあの組織あ,のあるいはシステムのことをあの指すんですけれどもあのこれはあの外国にあのお金を送る時の送金業務を、えー、取りまとめてる組織ということになります。 であの送金自体はですねこれはあの相手国の銀行とあのとの間でやり取りをすればあのいいんですのであの原理的にはこのスイフト t っていうものがなくてもですね送金はできなくはないんですけれどもただあの現実にはですね あのまあ、昔はあの電話とかテレックスで送金ってガチャガチャガチャってやってたんですけれどもあのこれをこの今の IT の時代に、ね、あの大量にあの処理するってまあなかなかあの大変ですから、まあ、それでこの SWIFT っていうあのまあ世界の銀行ネットワークする情報システムですねでこれを構築してこの上であの誰がどこの国の銀行口座からどこにいくらを送るっていうこの情報を全部一括してまとめてるわけです。 でこのネットワークからのロシアの銀行を排除してしまうとです、ねまあ、さっき言ったようにあのまあ手作業であの送金をする以外はです、ね、あの送金をする手段を失ってしまうんですね、まあ、そうなりますとこれ相当その貿易の決済とかです、ね、あの海外送金というのが滞るということになりますからロシアの経済はかなりあの追い込まれるということになります。 でこれもあの冒頭に、ね、申し上げたお話をあのちょっと思い返していただきたいんですがあのロシア経済っていうのは原油と天然ガスに依存しているえつまりロシアが輸出する天然ガスこれが代金の決済ができなくなるとですね、まあ、ロシア経済って破綻しちゃうわけですよね。 ですのでこのスイフトからロシアの銀行を排除してしまうと理論上は天然ガスとか石油の輸出ができなくなるということになりますからこれは相当なロシアに対するプレッシャーということになります。であのメディアなんかではねよく「ス w イフトは金融システム上の核兵器だ」なんていう言い方をする人もいるんですがあ,のあながちその言い方もねあの誇張ではなくて。 あの本気でこの s w i f から締め出してしまうと、えー、まあ本当に致命的な打撃を与えることがあのできます。 でところがですね現時点で今その、その制裁がどうなっているかというとですねあの確かにスイフトからあの排除するというような声明は出したんだけどよくよくですねその中身を見ると、えー、ロシアの最大手の銀行ですねあのズベルバンクというのがあるんですが、えー、ここと、ですねそれからあの天然ガスの輸出で非常にあの大きな影響力を持っている、えー、ガスプロムバンクというですね あの、こういう銀行があるんですが、この2項がですね。この制裁対象に入っていないんですね。まあ、ですので、あのさっきから申し上げている天然ガスの輸出が滞ると、ロシア経済はアウトとあのいう現状を考えると、まだあの米欧側はですね。あの100%ロシアを追い詰めるつもりは、あのないように。あの私の目からはあの見えます。あのですので、まあ、最後のこのカードとしてですね。 あのこの2個あの大きな銀行2項の,あの制裁というものをちらつかせながら、まあ、そこまでやる前段階で、えー、プーチンの方にあの妥協してほしいと、まあ、いうメッセージなんだろうなというふうにあの私は受け取ってますしおそらくあの世界の,あの市場関係者も大体、まあ、いい似たようなです、ね、あの感覚を持っているんではないかというふうに思います。 ですのであの現時点ではです、ねあのまあ、ロシアへの制裁というのはあの外貨準備の使用制限で、えー、インフレを起こしてです、ね、でそれであの、まあ、プーチン政権にプレッシャーをかけるというところに今主軸が置かれていましてで、まあ、それであの次の段階として本当にロシアが濁、えー、協しないと。 いうことになると、えー、このスウィフトからの排除というものをあのさらに強めていってですねでそれで、まあ、本格的にあのロシアの貿易に打撃を与えるというところを、えー、模索してるんじゃないかというふうに思います。ですから、まあ、今の段階では停戦、まあ、交渉も行われていますから、まあ、この段階であのお互いあ,のある程度妥結をしてくれるとあの、まあ、ロシアにとっても、まあ、それから世界にとってもですね あのまあそんなに大きな影響にはならずに済むのかもしれません。けれども、もえー、予断を許さない許さない状況だと、えー、いうことに変わりはないんじゃないかなと思います。で、まあ今ね経済制裁の影響はあのまあこういう状況ですから。 もし本格的に経済制裁が発動されますとロシア経済は本当に大打撃になるんですね。じゃあその時にロシアは何か逃げ道があるのかということなんですが一つはです、ね、今申し上げましたように手作業ですね昔の時代に戻って送金業務を行うっていう,う手段が一応残されています。 ただまあこれはあの本当に限定的になりますしあの協力してくれる相手国の銀行がないとうまくいかないということになりますからなかなか難しいかもしれませんけれども、まあ、そういう手段が1つ残されている。